三栄町ナトシティは、沖縄県浦添市場間にある、株式会社三栄が運営する GMS である。当ショッピングセンターは株式会社、三栄発の郊外型 GMS である。第二条間バス停下車、徒歩1分から5分。開店当日の新聞広告より引用。なお、源のためともが琉球へ逃れ、その子が、初代琉球王春天になったという説がある。 その昔、源た友が琉球に捕来し、地元の女性と恋に落ち男子を設けたという有名な故事がある。愛する家族ができたとはいえ、月日が経つにつれ、た友の傍境の念は増すばかり。ある日故郷を目指し妻子と共に航海に出たが、途中で暴風雨に遭い、琉球に引き返らざるを得なくなった。暴風雨に遭ったのは女子供を乗せたことで、 わたつみが起こったからだという。やむなくため朝は妻子を残して立ち去った。琉球に残された妻と子は毎日港に出てひたすらため朝の帰りを待ち続けたという。この孤事にちなんでこの地を待つ港、待ち港、待ち港と,と呼ぶようになったと言われている。航海に出た愛する人を港で待つ女性の姿は美しい。それはためともの世も今も変わらない。 イニシエより、町名とは、そうした女性のイメージの似合う街である。M の字をシンボライズした中に描かれた二人の女性の神秘的で洗練された横顔に、心のおしゃれを大切にする沖縄女性の気持ちを表現している。ありがとうございます。